集団的自衛権の閣議決定や戦争法案の強行採決、日本は今戦争へと急激に舵取りをしているように見えます。もし戦争が始まり、私たちが戦場に行ったら、そこには何が待っているのでしょうか。2006年、イラク派兵中のクウェートで事故に遭い、その事故を隠蔽されたことによって重い後遺症に苦しむ元航空自衛官がいます。現在、国を相手取ってその謝罪について戦っている池田頼政さんです。まず MRI 入ったら骨と骨、軟骨と軟骨が両方軟骨がないので骨と骨がひっついてるっていうお医者さんが言われて、それからもう仕方なしに食べ物も食べれないんで、流動食、この流動食を飲むようになりました。これは何ですか？これが1日4回飲む。1日何回飲むんですか？4回。4回。食事です。経腸栄養剤。これが流動食っていう。のパワハラが起こった時に客観的にさばいてくれたり、こう調整してくれる機関っていうのが ないんですか？ないんです。もう全部もみ消そうとして、全部池田が悪い、全部池田が悪いって、みんなに言い続けて、もう僕納得いかないから刑務隊で頑張るんですけど、食欲は自分が死んだ方が他の人に楽に暮らせると思う、しばしばと思う。こんなに、こんなになってました。ちょうど池田さんが事故に遭われた7月4日というのはアメリカの建国記念日だと思うんですけれども、はい、その時池田さん のチームの皆さんはどういう活動をされてたんですか？アメリカの大きいマラソン大会があるって聞いてたので、7月4日の独立記念日の朝6時スタート、こっちで6時間の誤差があるんですけど、朝6時スタートで僕はもう準備万端で、もう走る気満々でいました。池田さんはその通信員のチームの中でもずっとこのクウェートのチームの皆さんがいっぺんに走るような、そういうマラソン大会だったんですか？一応勤務者、最低勤務者を残してほとんどの自衛官が参加してました。あ、なるほど、はい、先ほど聞いたらそのアメリカ軍が200人、また自衛隊が100人と300人で約それくらいです。道路を走るようなマラソン大会が朝から行われていたという、はい、すごい大々的なフェスティバルという日だったんですか、はい、そうです。で、池田さんはその中で先頭のチームを走られたということなんですが、はい、そのやっぱり足腰がもともとすごく